はい皆さんこんにちはかぶくんです、えー、昨日はですね、えー、たくさんの応援メッセージいただきましてありがとうございます、えー、初めてベルギーでダブルアクセルを成功させることができましたまあ,あのまぐれ感はあったんですけど、えー、もっと頑張っていきたいと思ってますジュレムさんかぶくんおはようございますダブルアクセル成功おめでとうございます えー、しかもコンビネーションジャンプですかあの実はですね、コンビネーションジャンプのところはですねあの、シングルアクセル、シングルトーループだったんですけど、えー、途中の中盤あたりにですね、えー、ダブルアクセルを、えー、やりました。で何度か転倒してのダブルアクセル成功になりましたね。はいえー、もしかしたら、まあ、アンダーローテが取られるくらいな回転不足の感じがあるかもしれませんけども、まあ、なんとか、えー、着氷ができたっていうのはね、 えー、一歩進むことができたかなと思っています。ありがとうございました。はい、えー、そしてレモンみかんさんありがとうございます。えー、ダブルアクセル降りたしっかり見ました、えー。おめでとうございます。いや、ほんね。嬉しかったですね。昨日は、えー、今後はね。あのー、まあ一発屋じゃなくてえー、まぐれ感まだありますから、これをね。あの安定していけるようにね。頑張っていきたいと思ってます。ありがとうございました。 はいえー、そしてゆうのややさんもありがとうございます。えー、かぶさんダブルアクセル初成功おめでとうございますえー、頑張ってきて良かったですね。えー、ダブルができたら次はトリプルですか？ということなんですけれども、えっと今サルコウがもうちょっとで降りれるような感じがありますのでえー、多分サルコーをトリプルやっていきたいですね。 うん、あとカメラに向かって踊ってた女子も、えー、クラブの生徒さんですかということなんですが、えー、彼女はあの実はです、ね、先生なんですよ。うん、先生、えー、かあのいくつかあの数ある先生のうちの1人の先生ですね。でえー、と僕のことも、ねえー、たまに、えー、と教えてくださいますね、うんえー。楽しそうな雰囲気ですね。さ、えー、さんお知りたそううですすけど頑張ってくだいいねありがとうございます えー、もっとね、えー、頑張ってまあでもねあのお尻打つのはそんなにね痛いんですけどあのでも脇あの横から転んじゃうと骨を痛めるのでお尻から転倒するのが一番安全なんですよねはいえー、そして梶原さんありがとうございます、えー、カブ君頑張りすぎて怪我だけは気をつけてください、えー、ダブルアクセルできるようになったんですね本当に嬉しいですよねあ本当に嬉しいですよね。 えすごい努力家なんですねありがとうございますいや実はねあの僕本当にあのあの冗談抜きで努力家ではないんですよで結構怠け者で、えー、自信とかも全然ないんですよねうんあのまあ他の選手とかに比べたらもう全然ね、えー、他の選手が、えー、例えばあの1えっとね短期間でできるもの僕は本当に長く時間かかったんですよねで 1、えー、一回できちゃうとなんかその変な自信をつけちゃってあんま練習しなくなっちゃったりするのでまあ、結構怠け者なんでまぁ、あ、そこら辺をね、えー、今後あの改善してですね、えー、もっと安定してジャンプ飛べていけたらなと思ってますありがとうございましたはいえー、そしてタム2023ありがとうございますカブ、えー、さんダブルアクセル成功おめでとうございますえー、すごいですね、えー 羽生さんの動き、優雅ですねということなんですが、えー、いや、あのーまあね、動き、振り付けを、ねえー、入れながらということでしたが、えー、前半はです、ね、あのコレオグラフィーの練習を、えー、ちょっと、えー、しまして、えー、中盤にです、ね、ジャンプの練習を、えー、やりました。で、あのダブルアクセル、ね、安定していきたいのと、あとトリプルサルコウですね、これが全然降りれてないので、 釣り、えー、はねトリプルサルコーを、えー、降りつつですねダブルアクセルを、えー、まあ三回ぐらいね連続で成功してみたいなっていうのが、えー、目標になってきましたありがとうございますはいえー、そしてですねもう一つあのーえー、皆さん応援いただきましてありがとうございますえー、そしてですねもう一つですねあのー、ちょっと、えー、羽生結弦選手がですねあの南城県の隅田市かな っていうところで、えー、登場しましたので、ちょっと紹介していきたいと思います。はい。えー、さん宮城県の墨田市かな？これは読み方間違ってたら申し訳ないんですけども、もえー、羽生さんの田んぼアートが作られたみたいです。といただきました。えー、生命の最初のポーズが再現されています。えー、田んぼアートを楽しむ会の人がえー、紫とか白に色づく稲9種類を、えー 育てたそうですね、えー、羽生さんの衣装は8月は白かったけど、えー、今月には黄金色になったみたいです、えー、ちゃんと羽生さんになってますよ、うまいですねということで、えー、ちょっと見てみました、はいえー、これなんですよ、ちょっと皆さんこれ、面白いですよ、うん。多分知ってる方も結構多いのかなと思うんですけど、えー、こうやってなんか、稲、あのーねえー、田んぼの中にですね羽生選手いるんですよ。うん であの確かに見てくださいで。こっちが多分夏口、夏だと思うんです初夏の頃だったのかな、えー。こっちが多分夏で、こっちが、えー、今頃になっているかと思います。はい、であのゆいのややさんおっしゃる通りですね、この服のところが最初は緑だったんですけど、これがあの白に変わってますよね。うん、<coughs> すごいですよね、えー。生命の衣装に変わってます。す、はいえー、素敵ですね。あの皆さん、これご存あの知ってましたでしょうかね。あの美しいですよね。うん いやこれは完成度は高いと思います、えー。あとこういう風な感じで。うん。いや、これはでもなんか作るの大変そうな感じがありますけどね。うん。ちゃんと、あでもこちらの服はあの違いますね。前やったあの生命じゃない衣装でも演技してますね。うん。はい。えー、こんな感じですね。 素晴らしししいいいと思まますす僕これ見たたごいびっくりしましたあとこれですよね、こちらもすごい完成度高いですよね。これは作るのがすごい大変な感じがありますが、作ってる風景の、えー、画像とかもこれありますね。うんいやー、素敵なあな羽生選手思わぬところで登場という、えー、そういったねお便りいただきました。はい、皆さんもぜひね、あこれですね、こんな感じで。うん はい、皆さんもぜひね、えー、見てみてはいかがでしょうか、はいえー。それではですね、皆さんたくさんの応援いただきましてありがとうございます。またいくつかコメント、えー、残っておりますので、えー、あの返信しつつですね、えー、またあの寄り添いながら、えー、動画を撮っていきたいと思っています。はい、では以上です。